火災発生時の迅速・確実な初期対応の習得などが目的で、防火協会に加盟する7つの事業所から48人が参加しました。水消火器を使った競技では2人1組となり、火災の発見から通報、初期消火までの迅速性と確実性を競いました。また屋内消火栓を使った競技では3人でチームを作り、ホースを伸ばして放水を行う手順を確認しました。会社でも火使うことあると思うんで、そういう時何かあった時に迅速に対応できるようにしたいなと思います。行動が染みついてくるので、普段から定期的に訓練をするのは大事かなって思いました。消火器がどこにあるか、消火栓はどこにあるのか、どういった使い方をするのか、そういったところを日常的に、皆さん事業所の方で確認していっていただきたいと考えております。